宮崎シャイニングサンズはかつて存在した日本のプロバスケットボールチーム。ホームタウンは宮崎県 BJ リーグに所属していた。宮崎県をホームタウンとする。運営法人は宮崎エナジークリエイト株式会社。宮崎県内における初のプロスポーツチームである。九州。 沖縄地方からの BJ リーグ参戦は、大分ヒートデビルズ、ライジング福岡、琉球ゴールデンキングスに次いで4チーム目であった。2008年設立、BJ リーグに2010から11シーズンより加わり、2014年から NBL の株リーグにあたる NBDL に転籍する予定となっていたが2013年11月1日に辞退した。チーム名。 シャイニングサンズには宮崎全体が光り輝く存在になるようにという思いが込められておりチームカラーを基調にヤシの木や太陽があしらわれたロゴを使用しているイメージカラーは太陽の光をイメージしたサンシャインオレンジ太平洋の海をイメージしたオーシャンブルー純朴な宮崎県民性を表現しているピュアホワイトの3色マスコットは 宮崎牛をモチーフにしたキャラクターのキャプテンザックス。デザインは2010年8月20日に発表。名前は9月19日のプレシーズンゲームにて発表された。当時発生していた皇定期被害からの復興に向けて第一歩を踏み出したその年に新しく誕生したチームとしてその時の思いを忘れることなく力強く歩み。 宮崎県に笑顔が溢れるようにとの願いが込められている。背番号は宮崎にかけて38。2008年6月12日、13人の有志からなる宮崎プロバスケットボールチーム設立準備委員会を設立。2010から11シーズンからの BJ リーグ参入を目指し活動を開始。授業構想説明会や 署名活動を、2010年3月までに99回にも及ぶ準備会議の開催、埼玉ブロンコスの短期キャンプ誘致などの活動を行い、その結果2009年8月19日に2010から11シーズンからの BJ リーグ参入が決定した。2009年12月7日、チームの運営法人、宮崎エナジークリエイト株式会社を設立。 2009年12月10日より、チーム名の一般公募を開始。応募総数422通の中から、準備委員会による一時選考で20点に絞られ、次に、チーム名選定委員による最終選考を経て、2010年1月28日、宮崎市内のホテルスカイタワーにて、宮崎シャイニングサンズを発表。 続いて1月28日から2月28日まで、チームロゴを一般公募。宮崎県在住の男性のデザインを採用し、3月31日、ホテルスカイタワーにて発表。秋田線初代ヘッドコーチとして、浜松、東三河フェニックスにて、中村和夫の下で、マネージャーとアシスタントコーチを務め。 2009から2010シーズンのリーグ優勝に貢献した東山向日と翔平。BJ リーグ2010ドラフト会議において、エクスパンションドラフトで、シガレイクスターズより、小島優太を、新人ドラフトで浜松、東三河フェニックスの伊藤拓郎を、育成ドラフトで、仙台八十九アーズの多い指針の助を、それぞれ獲得。また、宮崎出身の清水太志志郎を、 埼玉ブロンコスから獲得した。9月18日19日の2日間、ライジング福岡を都の上司に招き、初のプレシーズンマッチを開催。参入初年度は西地区8位でプレイオフに進出できなかった。外国人選手が全員入れ替わり、ディクスター・ライオンズやルイス・ウィッチャーらが加入。22勝30敗と2シーズン連続で8位だったが、 西カンファレンス1位の琉球ゴールデンキングスに1勝、2位の大阪エベッサに3勝するなど上位からも勝ち星を奪い、上位キラーと評された。全シーズンの手腕を評価された東山は、琉球ゴールデンキングスのヘッドコーチに招かれ対談。後任には、延岡学園高校バスケ部監督であった北郷十一郎がついた。選手は、 新キャプテンの小島優太以外全員が入れ替わった。ホーム都の城で開催された開幕戦で死がレイクスターズに勝利したが、次戦から12連敗を喫するなど会に低迷。2013年1月30日には北郷 HC が体調不良により退任し、代わってアシスタントコーチの佐野君と氏がヘッドコーチに昇格した。このシーズンは序盤から 外国籍選手の入れ替わりが激しく、開幕時に在籍していた外国人は全員がシーズン途中に退団し、最終的に残ったのは途中入団のトーマス・フェアリーとアブドゥーラ空想だけだった。日本人では新加入の大城広樹、大塚広志度や現役復帰した高橋正文らが奮闘したが、浮上を果たすことができず、初の再会に沈んだ。 2013から14シーズンからは日本バスケットボール協会が中心となって発足されるナショナルバスケットボールデベロップメントリーグ参加を拡作し2013年2月4日付で BJ リーグに脱会届を提出したこの中で BJ リーグはリーグからの借りれ金1160万円と 提出期限を大幅に過ぎてからリーグ大会届を提出したことによる、制裁金1950万円、含めた約4000万円の支払いを宮崎に求めてきた。合わせて2013年5月22日付で、運営会社、宮崎エナジークリエイトの経営が悪化したという、理由により BJ リーグ2013から14の参戦、資格停止処分を受ける。 宮崎側は脱会金を払う意思は示しているものの、制裁金の内訳が不明であることからその支払いは不服として交渉を進めた。その結果、同年6月20日の BJ リーグ取締役会にて以下の表決が下された。BJ リーグ2013から14シーズンは活動休止とする。これに伴い制裁金1950万円は免除する。 借入金は BJ リーグに支払うものとする。同年6月12日に改めて提出された脱会届を受理する。休止となった2013年7月以降の具体的なチーム活動については公表されておらず、オフィシャルサイトなども更新を停止している。2013年8月8日の m b d l 理事会で参入が決定されたが、11月1日付で、 NBDL への参入自体を申し出て受理された。ゲーム差はうちはプレイオフ圏との差をそれぞれ表している。オフィシャルチアダンスチームはムージーズ。チーム名は宮崎の方言のムージーに由来しており2010年8月24日に発表された。コンセプトはビューティーホットスプリット。チアロゴイメージは 太陽の光を受けて輝く月をイメージ。カラーはショッキングピンクと黒で可愛らしさの中に凛とした女性の強さを表現している。初代ディレクターは青い夏の主な活動内容はホームゲームでのダンスパフォーマンスや県内各地のイベント出演、社会貢献活動など。ありがとうございます。